こんにちは、ユアリー TV です。ご視聴ありがとうございます。今日はめちゃくちゃ釣れまくる、アウトリガールースニングなるものをご紹介します。アウトリガーとルースニングを合わせたものになるかな。こちら、eBay で購入した100個で450円ぐらいの発泡シモリ浮きです。その辺で買うと結構高いですからね。で、これが浮きゴム。これは釣り具屋さんで1本30円くらいでしょうか。浮きゴムです。これを使います。発泡シモリ浮きにはちっちゃい穴が開いてるんですけど、そこにドリルで穴の拡大をしていきます。電動工具がなくても相手は発泡なので手でもいけるかと思います。まあ、ご紹介するほどのことでもないんですけれども、なかなか使い勝手のいい浮きです。はい、こんな感じでちっちゃい穴が開いてるので、そこを拡大します。はいはい、簡単に開くんですけど、簡単に開きます。はい、開きました。開いたらですね、これ瞬間接着剤で浮きゴムを接着します。この時ですね、最初に長さを合わせて切っておくよりも、長い状態でこういう風にこの状態で瞬間接着剤を塗り、それから刺した方が入れやすいです。伸びるので手も汚れなくて済みます、この方が。でこんな感じでちょこっと出す、3、4ミリ出したところでカットします。こうやって量産しておくといいですかね。まあそうなくすものでもないので、10個ぐらい作れば1、2ヶ月、3ヶ月ぐらいは大丈夫なんじゃないでしょうか。僕の場合息子と一緒に、息子もこれを使いますので案外結構なくなるんですが、100個で450円の浮きだとあまり気にならないかな。こんな感じでこれをリーダーと見立てて通します。ちょっと老眼で通しにくい。でこの状態では止まってませんので、ここで登場するのがじゃんじゃーん、爪楊枝です。まあ、皆さん昔から作ってやってる方は定番なのかもしれないですけどあ、まだ接着剤がくっついてないや。こんな感じで、もうちょい本当は爪楊枝短い方がいいですけど、こんな感じにすると浮きとリーダーをしっかり止めることができます。で棚も簡単に変えられますので、本当に使い勝手がいいです。ただ途中で取りたいっていう時は一回フライを切らなきゃならない、あとガン玉をつけてたりするとちょっと面倒というのが欠点でもあります。できましたので、ここからちょっと情報について触れてみたいと思いますので見てください。こちらの用紙、左側が通常のルースニングになりますかね。流れに逆らわず浮きが流れて、その下にぶら下がっているフライに魚が食いつくという、まあ一般的なルースニングかと思います。川でのルースニングに関して言うと、魚の活性が高い時にはすごく良いと思うんですが、魚のやる気がない時はちょっと釣果が釣果に出ないというか、そんな風に僕は思ってます。魚が深いところにいる時にはショットをつけて早めに
早く沈めようと思うんですけれども、この 8.3 ミリもあるんですけど、この向きですね、それでも浮きが沈んじゃうんです。この浮きの欠点なんですけど、一旦沈んじゃうと動きがもさっとしてて当たりが非常に取りにくいという問題があります。普通のなんて言うんでしょうね、よく脈釣りとかで使う目印的なものだとそんなことはないんですけど、この浮きだと本当に当たりが取りにくくなります。でその対策が右の図です。これだとそこに定位している大きな魚だとか、あまり活性の高くない時期なんかにすごく効果があります。フライをそこに沈めるためにショットをたくさんかませることが多いんですけれども、重たいショットをつけた際も浮きが水中に沈まないということが大事になってきます。そのためにはどうするかですが、水深よりも 1.5 倍もしくは2倍くらいの長さのリーダーを僕は使っています。その結果右側画像のようにリーダーが、水の流れに合わせてあったような感じでこのようにたわむ状態になるんですけれども、このたわみ分があるので、浮きが沈まない、で浮きがアンカーポイントとなって浮きがうまいことをフライもしくはガンダマをずるずると引きずってくれるような状態になります。その日の状況にもよりますけど、フライは、ガンダマをつけているのでちょっとでも軽い方がこのように上下動をするのでアピール力が高いのではないかなと思ってます。ニンフなんかの場合は川底を這わせた方が浄化が出る場合もあります。ただですね、非常に当たりが取りにくいという欠点があります。このたわみがその原因になっているんでしょうかね。そのためちょっとの変化でも毎回毎回合わせるという必要が出てきます。岩などの障害物に当たるたびに本当よく凝視していると浮きの変化がわかるんですが、本当その都度その都度必ず聞き合わせでもいいので合わせる必要が出てきます。この点はアウトリガーニンフなんかをやられている方は同じかなとは思いますけれども、アウトリガーニンフをやってる時はショットが底を叩いているとかそんな感覚をつかむ必要がありますが、このルースニングを合わせたような形だとそこには気を使わなくても浮きの方に情報が伝わってきますので割ととっつきやすい情報になるのではないかと思います。うちの息子も昨年からフライを始めてますが、だいたいこの釣り方で釣果を伸ばしています。ただですね、キャストの方向だとか浮きの動きだとか、リーダーの長さだとか川の状況だとかショットの数だとか、あとキャスティングの難しさだとか、そんなことを考えると単純な釣りでは決してありません。やっぱり慣れが必要になってきます。結構奥が深いのもこのルースニングだと思います。流れのないところでヒラヒラ系のフライを漂わせているのとはちょっと違いますので、やればやるほど面白くなる奥の深い釣りになるんじゃないかなと思います。そして必ず大物に出会います。これだけは断言できます。ぜひ試してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価
よろしくお願いいたします。また見てください。